空母を撃沈する対艦弾道ミサイル空母キラー DF-21D を中国が開発。世界最強の艦隊と呼ばれるアメリカ海軍の空母打撃群、数十機の戦闘機が搭載されている。しかしこの空母を狙った対艦弾道ミサイルを中国が開発した。それが空母キラーという名を持つ DF-21D である。今回は軌道を描くだけの弾道ミサイルがどういう仕組みで動く空母をめがけて突っ込んでくるのか、また DF-21D の迎撃は可能なのかについて解説していこう。弾道ミサイルとはどういうミサイルか。ミサイルはロケットエンジンやジェットエンジンを使って目標に向かって飛ぶ兵器であり、目標破壊のための弾頭、飛行制御のための誘導制御部、エンジンなどの推進部などから構成される。弾道ミサイルとはロケットエンジンにより発射された後、弾道軌道、すなわち放物線軌道を描いて飛翔するものを指す。つまり野球のボールを投げるまでは腕の力を必要とするが、それ以降は放物線を描いて重力により落下する原理と同じである。北朝鮮は核兵器の小型化、弾頭化を実現しているとみられるとともに、我が国を射程に収める弾道ミサイルを数百発保有している。昨今ではミサイルの長射程化、多数のミサイルを同時に発射する能力、正確に目標を狙う能力、奇襲攻撃能力、低空を飛翔して探知を遅らせる新型ミサイルなど、ミサイル技術と攻撃能力の向上を図っている。このうち弾道ミサイルは主にロケットエンジンで推進し、発射後上昇しながら速度を増し、ロケットが燃え尽きた後はそのまま慣性で飛翔するため、放物線を描いて目標地点に到達するため、イージス艦や航空自衛隊のレーダーが探知すれば弾着点がどこなのかが計算できる。弾道ミサイルは空気が非常に薄く、抵抗が少ない大気圏の高層や宇宙空間といった高高度を飛行するため、同じエネルギーでもより遠距離に到達することが可能であり、また大気中を飛行する航空機や巡航ミサイルよりも高速となる。このため一般的には長射程、高速、高高度などの特徴を有するが、具体的には次の通りである。射程、短いもので数十キロメートル、長いものは1万キロメートル以上となり、東京朝鮮半島間約 900km、 東京ハワイ間約 6400km である。速度、射程 1000km 級の弾道ミサイルの最高速度はマッハ約9で、毎秒約3キロとなる。これは航空自衛隊の揚撃戦闘機 F-15 の最高速度の約4倍近い速度である。高度、数百キロメートルから 1000km 以上となり、射程 1000km 級の弾道ミサイルの最高高度は約 300km。ちなみに旅客機の飛行高度は約 10km である。このように遠距離から発射され高高度を超高速で飛行する弾道ミサイルを探知することは非常に困難であり、また極めて短時間で目標に到達することから、仮に探知できた場合でも対処のために許される時間は極めて限定される。中国は空母を攻撃するための空母キラーと呼ばれる対艦弾道を開発している。対艦弾道ミサイル DF-21D の脅威。対艦弾道ミサイル DF-21D は準中距離弾道ミサイル DF-21 を空母の攻撃用に改良したものである。中国周辺で米軍の活動を制限する A2AD 接近阻止領域拒否戦略のために重要な兵器でもある。一般的な対艦ミサイルより高速なマッハ10であり、現時点で最終段階における迎撃手段としては、艦船に搭載される防御システムではイージス艦搭載の SM-3 弾道弾迎撃ミサイル以外にない。地対艦ミサイルとして内陸から発射されるが、飛翔高度が高く速度が超高速であるために迎撃や発射プラットフォームの破壊が難しい。艦載機と多数の護衛艦艇に守られたアメリカ海軍の空母すら撃破できるという意味で、 DF-21D は空母キラーとも呼ばれる。対艦弾道ミサイルの価値は迎撃困難な投射手段で航空母艦を撃破できるところにあり、通常兵器である以上直撃しなければ効果がない。そのため従来の弾道ミサイルとは異なり、大気圏に再突入後目標に対して極めて精密な誘導を必要とする。通常の弾道ミサイルならば陸上など動かない目標に発射するが、空母は常に動いているため軌道を描いて落下するだけでは絶対に当たらない。それを克服したのが DF-21D なのだ。 DF-21D は飛翔途中に空母の現在位置データを衛星経由で受け取る。
さらに弾着前には弾道ミサイル自身の弾頭に組み込まれているアクティブレーダーや赤外線センサーを組み合わせた終末誘導システムが作動して空母を正確に捕捉し突っ込んでいくミサイルである。習近平政権は低性衛星打ち上げなどで米軍艦艇の監視体制も強化し、ミサイル戦力のさらなる増強につなげる構えである。関係筋によれば、無人で自動運航させていた古い商船を目標に、内陸部の青海省から DF-26B 射程約 4000km 一発を先に発射。数分後、東部の浙江省からも DF-21D 射程約 1500km 一発を発射した。ミサイル2発はほぼ同時に船を直撃し沈没させたと報じられている。自衛隊でも艦艇と哨戒機から敵艦艇に向けての同時弾着攻撃という戦術がある。中国は実際のミサイルを使用しての実験を人口900万人もいる海南省のすぐ近くの海域で行うとは、さすが全体主義国家である。自衛隊ではこのような訓練は考えられないことだが、着々と新兵器の開発を行う中国は決して侮ることができない。ではこの対艦弾道ミサイルが空母に向けて発射された場合、迎撃することは可能なのだろうか。対艦弾道ミサイルを迎撃できるのか。空母の位置情報は軍事衛星や偵察機のヤンキー8、もしくはドローンを使用して捕捉されると予想されている。偵察機ヤンキー8の捜索能力は高く、高度約1万メートルを飛行した場合、640km、320km という広範囲を捜索できる能力がある。東シナ海に数機が飛来すれば、怪しい船団を探知され識別される恐れもある。それらの情報をもとに陸上から DF-21D を発射し、空母に突っ込ませる作戦である。しかもたった一発の攻撃のはずはなく、数発が同時に飛翔してくることが予想される。一発被弾してしまうと戦闘機の発着艦はほぼ不可能だろう。空母は戦闘機というアセットを運用できなければただの大きな標的である。空母を守るためには空母打撃群として共に行動するイージス艦が DF-21D を先に迎撃しなければならない。現在世界で弾道ミサイルを迎撃できる艦艇はアメリカと日本のイージス艦だけである。しかし発射地点や弾着地点が明確に分かっていなければ迎撃の計算ができないのが現状である。通常の対空ミサイルであれば探知してから発射しても迎撃することは可能であるが、弾道ミサイルの速度は秒速6キロにも及ぶため、あらかじめ計算された場所に発射して最終的に精密追尾に切り替えて迎撃しなければ直撃させることはできない。そして迎撃計算には高度コンピューターを使用しても多少の時間がかかるため、探知が遅れれば捕捉したとして迎撃することは不可能である。つまり迎撃はほぼ不可能に等しいというのが現状である。対艦弾道ミサイル DF-21D。通常弾道ミサイルは高価かつ命中精度が低い欠点を補うため、基本的に核弾頭とセットで大量破壊兵器として運用される。しかし中国はその弾道ミサイルを空母を撃沈させるために改良し、実験にも成功している。空母が第一列島線を越えるまでに海上で阻止して海軍を展開させる目的でもある。弾道ミサイルは数千キロメートルから1万キロメートルの飛翔でさえ数十分で弾着できる速度のため、迎撃が非常に困難である。またグアムキラーと呼ばれる DF-26 というミサイルは核弾頭と通常弾頭を搭載でき、射程はその名の通りグアムを収める。中国は第一列島線だけでなく第二列島線までも射程に収めている。今後空母キラーを迎撃する防空システムを開発しなければ脅威となることは間違いないだろう。